おざす、T シスンです。さて、今回の BF5 新マップをやっていきましょう。はい。で、7.0になってから、新マップがね、2つ追加されましたね。で、1つ目、プロバンスはもう実況で、まあ動画で出してると思うんですが、これが2つ目。で、名前が何だったっけ？アル・アジフじゃないな、なんだ。アル・マルジュだ。アル・マルジュ。だと思う読み方。はい。というわけでね、こちらやっていこうかなと思っております。で、これ結構ね、面白いマップだと思うんだけど、サーバーがあんまりないんですよね。いや、プロバンスの方はなんか異様に乱立してるんだけど このマップのサーバーは本当2、3サーバーしかなくてね、ちょっと探すのを苦労しましたわ。はい。まあいいや。というわけでやっていこう。あ、これ、乗り物あったのか。さっきミニマップで映ってたね、乗り物。スルーしちゃった。まあいいや。で、チャーリーを取りたいが、どうしようか。いるね。ちょっと頑張ってくれ、俺の STG。ナイス。はい。というわけで、やっていくぜ。で、これ、拠点4つなのかな？まあ、さっきちょろっと俺も流したばっかで、ほぼ初プレイかな。いや、この、マルジュ自体の、オンリーマップがね、ないんですよね。いや、あるのかもしんないけど、俺は見てないな。はい。というわけで、やっていきたいが、これ裏取れてないから、取れてるね。OK。 あとは、何？ケツか。 はい。で、結構、CB 間ぐらいかな。ごちゃごちゃしてて、クリアリングしっかりする必要性があるんですけど、まあ、CQB か。が好きな人にはね、たまりません。はい。味方の偵察兵のフレアがないときは、音が重要。銃声と足音よく聞いて、こういうごっちゃりしたマップで、はい、OK。サンキル。で、走ってたね。いいね。いいタイミングだ。ま、お、お、バレてる。危ない。勘のいいやつね。はい。ってな感じでね、割と接近戦闘がね、起こりやすくて、俺的にはすごい好きなんだよね。まあ、マリータの、ビート、どこだあれ？いいか。そこら辺のマップを、なんかごちゃっとした感じになるのかな？なんか出てきたね、今。周辺視野で見えていた。OK。はい。ただし、マジでここごちゃごちゃしてて、単独で動いてると、まあ、足音なり、スポットなり、あとは視認なりで、すぐバレるんで、マジで。極力ね、ちょっと味方と動きが合わねえなと思っても、ある程度は味方と歩調合わせた方がいいかもしれない。あとは、まあ、分隊員がいてくれたらね、定期的にスポット焚いてもらったり、まあ、自分が焚いたりね、しながら、まあ、あらゆる手段を使って索敵をしていかないと、割とすぐ狩られます。はい。今のは足音ですね。はい。で、これどうしようか。デルタ方向。行ってみたいね。これ、デルタか。デルタ俺行ったことないな。前の戦いでは。で、足音。OK。はい。これまだいるか。いるね。やばいやばい。よく当てて出来上がる。はい。で、再装填して、次の行動やりましょうか。で、これ、まだいるんじゃね？あっちいるか。ああ、左走ってたな。あいつ気になるな。あ、見えたね、今、ちょろっと。待てよ。まだ、なんか違うところにいるぞ。はい。今、撃ったね、彼は。で、俺にバレた。止まって。いや、いける。あ、ダメか。くそ。OK。で、さあ、距離を詰めたい。いるね。一発でかいの食らったが、まあ、回復して。これどう？面白いっしょ、ここ。味方が。ただね、あんまり、他のマップみたいに割とフリーダムに動いちゃうと、なんかね、まあつまり単独で好き勝手動いちゃうとね、なんか MW やってる気分になるから このマップ形状的に。クリアリングは重要。お、見えるね。OK。で、再装填して、一回下がって、これどうだ？来るかな？わかんねえな。まあ SG とかここら辺来られたら本当厄介だが、まあそこは祈るしかないといった感じ。はい。で、上に登って索敵しようか。で、分隊員もいるね。あそこいるね。OK。ナイスでしょ。はい。で、再装填して。他に来てないか。わかんねえな。上ちょっと怖いが。いやー、なんか微妙な感じ。車両もいる。おう。OK。はい。さあ、一人やって。で、割とね、これ、なんていうのかな。マップ、回りやすいね。ワンのスエーズ覚えてますか？市内じゃないかな。 なんかの砂漠のとこ。あ、市内もスエズも砂漠か。拠点、1個拠点がすっげえ遠くにある。
あの BF1 のマップ、あれ市内スレッズどっちだっけ、市内か、うん、まあ市内みたいにその割とね、そのなんていうの、フィールド自体が大きいから車で回れることもあってね、うん、まあそこら辺はいいかな。まあ要は一方的な試合になりづらいと思うんだけどね、こんだけスペースあれば。お、頼むぞ俺の M、 よし OK、 一人やってね。でもう一人を奥に、よし二人目、あとはうん遮断が奥からある、ちょっと追ってって一人やろう、よし敵の偵察性かな。はい、でここで突っ込まずに味方を待とう。こういうごちゃごちゃしたマップはね、ほんと味方重要。はい、さあ2試合目だ。ちょっと試合時間が短いな、だいたい10分から15分以内に終わっちゃうのかな。うん、というわけでまあ2試合目やっていきましょう。多分尺足らねえと思うんで。でトンプソン使っていきます。なんかトンプソンハンド上がってない、気のせいかな、まあ、気のせいだろう。はい、というわけでやっていこう。いける、よし、くらえ俺のウェルロッド、サイレントな力、ヘッシュ狙いたい、そこ、あれ、はい、なんかだいぶ押し込んだな。もうここアルファ近辺だけど、うん、調子はいいね。はい、うん、上から見ればもうすごい押せに押して、だいぶちょっと、しかしどん詰まり状態にもなってるんで、こうなったらね、まあ、FPS あるあるなんだけど、あんま面白くないんだよ。まあここ抜いた時の興奮は、うん、普通にプレイするよりも段違いに高いんだけど、抜くの難しいんだよね。待って、お、解放者使ってる、サブ武器だっけ、突然の、待ってよ、いた、いや、やばい、あれなんだ今、うん、あ、まあはい、死んじゃいました、待てよ、うん、やられたか、はい、あ、ありがて、すまねえ、そせで、よし、復讐してやる、貴様だ、いける、よっしゃ一人やった。あ、そうか、味方後ろにいっぱいいるから、これ一人キルして一回死んで繰り返せば いずれ抜けれるんじゃない。はい、死んだ、蘇生プリーズ。俺がキルする、で他の味方は俺を起こす、無限ループ、これで抜こうぜ。すげえパワープレイで1キルして、あ、俺死ななかった、これはいけるのでは。でも あんまり前に出すぎると蘇生してもらえなくなるけど、今はなんか行くっきゃねえ気がする。はいはい、速攻です、気づきやがったこいつ。ちょっと欲張りすぎたな、うん、前に出すぎた。はい、お、手榴弾ヒットで、これどうしようか、ケツの拠点も取られてる、引いてってる、取られてるから、まあやばいんだろうけど、まあアルファ取ろうか。はい、もう流れであれだし、ね、いるね、ちょ、いや、すげえ M だった今の。いやー、2020年に入ってトップクラスのクソ M 出たね。うん、まあ OEM か、クソ OEM 出ました。で、ここら辺いないか、絶対いると思うけど、やばそう、危ない、これダメだ、一旦撤退。うん、ちょっと医療パック使うの早すぎたかな、まあいいや。で、他に来たね、よっしゃ、で、ヘッション抜いて、で、他にはまだいるし、危ない、まだ嫌がる、くそ。あ、看護の新武器だね、ベルガン、これも使ってみたいね、後で、よし、 OK で、さあリロードして、うん、なんかだいぶ押されてきたな、まあ、拠点数がね少ないから、ちょっと油断すると逆に押されちゃうっていうね。うん、まあ、一発なんか来やがった。ちょっと待って、まあ、その一発逆転の要素もねあるっていうのも、俺結構このマップが好きな理由の一つなんですよね。うん、まあ、勝ってても負ける可能性もあるけど、まあ、いいじゃん、そこは緊張感があるということで。またウェルガンか、ウェルガンに打ち負けるな、よく。レートはこっちの方が高いはずだけど、エイムか、なんかいるはずだが、いたね。お、これは2キルルート、 OK、 でげ、これどうだ、なんか適当に爆発物ポンポンしたら敵死なないかな。うん、隠れたな、ね、じゃあダイナマイトですよ。はい、いや、5のダイナマイトひっつくから若干使いづらいけどな、うん、カスヒット、うん、やめてくれ、やべえ、全拠される。来たね、逆転要素、うん、まさかの、ちょ待ってくれよ、 OK、 まだ前に開けない、 STG なんでね、俺が持ってるの、あん、マジで。全然気づかんかった、砲撃とかバリバリ入ってたから、ね、
足音も全く聞こえなかった。あーで終わりか。いや、おもろくないっすかこれ。俺こういうマップ好きなんだけど、なんでサーバー少ないんだろう。俺的には神マップ。はい、うん、まあ試合時間が短いからね。さっきも15分で終わりましたわこれも、うん、まあ技術は伸びないけどマップ自体面白いです。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。